ちょっと村上さんにもう一個聞いてみていいですか、うん、俺のごめんなさい、俺の質問で、うん、なんかリリース、それこそリリースの質問なんですけど、うんうん、俺なんか昔からでっかい魚リリースする時の方がえらいなんか蘇生ちゃんとしないとこんななりそうなんですよ。ちっちゃいのはなんかもうピンってなんかして全然ね、うんうん、蘇生してないの、うん、あれそういうもんなんですかね。そういうもんだと思う多分、いやでかいのはなんかちゃんもうでかい魚の方が酸欠が早いし、だからやっぱり体でかい分体内に酸素が行き渡るのも時間かかるんじゃないかなと。なるほど。でまああまりにも時間かかるから自分なんかイケスがあったりするん でさっきのリリースで話すけど、あのエラの本当に動脈切っちゃって、はい、ダックダク血出てたらダメだけど、はい、ちょっとこうエラの周り血出てたりするやつは、はい、空中だと空気中だと止まらないんだけど水中に入れてると結構止まるの。で自分も若い時それの結果が気になるんで、まあ、とある港湾部にあの塩ビパイプで1メーター50ぐらいのイケスを作って、うん、野球部のあのスイングネットあの緑色のネットでこうイケスを作ってなんか釣ってちょっと気になるやつをそこで釣れたやつ全部入れて、うん、どうなるかなってやってたんだけど、もう全部生きてるの普通に。一ヶ月経っても生きてて、で多分餌がないから餌が入ってくる微妙なやつしか食えないから、みんな痩せてっちゃうんでかわいそうだから途中で話すんだけど、確実にその自分が釣って逃がしたやつが一ヶ月そこで生きてる中で、死んで腐ってるってことは一回もなかったんで、ちょっと水圧で止まってで自然治癒力もちょっと。うん、少しずつついてるんだ。直後はなんかエラから赤いの出てて、まあ大丈夫かなってやつもそのままあの今自分のボートもイケスあるけどそのまま置いとくと血止まって1、2時間だったら全然生きてるし、なるほど、まあ、その先が気になるんでイケスまで作って実験したけど1ヶ月経っても生きてるんで、だから結構やっぱその釣れたり外傷ショックで1ヶ月ぐらいご飯が食べらんなくて、うん、相当痩せる。そういう魚結構見てきたり、なんかその釣りプロあるあるなんだけど、もうロケの釣れないタイミングで絞り出すような釣りした時にもうひょろひょろのもうファイトもしないなんか雑巾みたいに上がってきて、でも70センチの細い痩せた魚が釣れて暴れもしないっていうのは、多分俺の持論はここ1ヶ月以内とかに釣られて傷ついて回復中で、やっとこいつなら食えるから作ったのまたやられてしまうごめんっていうパターンだと俺は思ってる。なるほど、はい、だからそれ枝が原因じゃなくてガシの方がちょっと、その後の方がちょっと、そうだね、ね、多分数回、まあそうやってちょっとダメージにはだけど、いわゆるポチャンと落ちてビャンっていっちゃうような元気なその 100% 完璧なリリースの魚はもう普通にまた餌食ってると思いますね。